リドリーか、いいね。やっぱ重量級とかデカブツ同士の対決が一番楽しいからな、スマブラにおいて。あー、これはレバガチャしてもダメなのか。あ、リドリーのやつって自分がパーセント勝ってないとレバガチャ抜けられないの、あの横 B。 やばい、待って、攻撃当たらない。うーわ、いや、これはもう、よし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 、これはいい判断。ここは一旦ちょっと流れ悪かったんでね、その流れを切っていった。一旦リセット、ここからリスタート。死ぬ、うわ、無料で。いや、流れが、ちょ、これ以上流れは渡さない。え、あれ 30% くらいの 54% 2撃で、2撃で 54% とか。あ、ちょっと待って待って、は、てめえ何煽ってんの、もう全然勝ちが確定してねえから。ちょ、こいつやるわ。はいはい、まぐれまぐれまぐれ、もう一回もう一回。でもこいつマジで腹立つ、戦闘力ちょっと高いのも腹立つんだよな。なんでおめえから来いよ。もうこれ勝つわ。俺ぶっちゃけあの横火の対策分かったから。こいつ崖ゾゾされたら横火で復帰してきて、横火のあの崖ゾゾの事故狙ってんだろ。もう無理だから、それの対策分かりました。俺データスマブラーだから。そんな舐めた横スマ当たれねえから。てめえは本当に俺を怒らせた、チー牛の分際で。どうせチー牛だろおめえも。これ横火だろ、狩るよ。えねえ、もうふざけんなよ、なんであれ当たんねえんだよあの横スマ。は、調子乗んな、来いよ早く。はい、バカお前、言っとけど、煽って速攻バーストされるの恥ずかしいからね。出せよマジで、分かった方がいいよそういうとこ。はあ、もうすまじわれたぞこいつ。最後もお前しゃがんでんじゃねえよこのチーユもやし、ゴミ。あ、てか俺の友達にもさ、カズキってやつがいるんだけど、この間そのちょうどカズキと2人でね、歌舞伎町タワーの居酒屋でお酒飲んでたら、隣になんかめっちゃ可愛いあの女の子2人組がいて、でそいつらがねチラチラ俺たちのこと見てくるんだよ。それでなんかめっちゃ見られてんなーって思いながら、まあ1時間くらいね経って酒も進んできた頃に、なんかその向こうのその女の子2人組の可愛い方の女の子が俺になんか何歳ですかって聞いてきて、で俺22歳こぼしでって言ったら、そしたら私も22歳なんですって、よかったら LINE 交換しませんかって俺に言ってきて、でまあ別に断る理由もねえからいいかと思って普通に LINE 交換したんだけど、そっからねなんか毎日 LINE するようになって、でこの間なんか一緒にデート行きたい、遊びに行きたいって言ってたから、あ、じゃあいいよって言ってね、魚旅行って、その後なんかその子のお家行ったんだけど、その2人でね酔っ払いながら2人であの自撮りした写真を、俺がなんか結構ね面白い顔してながら酔っ払って、ベロンベロンで酔っ払っておもろい顔してながら、その写真をね SEX と Instagram にフォローしてくれてたっけってでアップしたところ、その動画がめちゃくちゃは、てめえおいやめろバカ、お前誰を追ってるか分かってんの、こうやってぶっ潰すわ。カズキとか言ってこのチーユーインキャキッズがめんどくせんだよそれ。えお前マジ潰すわ、うーわお前それか、地雷踏んだわ。しかもこれ 300% 酸素とか一番だるいパターンのやつだし、だからそれやめろマジ。はっ、これ帰ってこれるよね、帰ってこれるよね。ねえもうふざけんなマジで。はっ、もう全部潰すこいつマジ、ほれはっはっはっ、もうなんだよまともに戦わせろや。おまぐれで一回勝ってだけでよ、それ体力差じゃなかったらこんなやつもう二度も負けねえのに。もううぜえしこれ、もうせこいやん、こんなんもうカービィのためのルールのようなもんじゃ。なんだよお前、こっから勝つわこのクソガキ成敗する。はお前、あーもうおめえ何がカズキだよ、てめえ絶対学校で友達のいねえ陰キャキッズだろ。
一緒にスマブラやる友達もいない、学校行っても誰からも相手にされねえから、お前こうやってスマブラのオンラインで鬱憤晴らしてるだけだろうがよ。リアル虐げられて、スポッチャとかも友達と行ったことない。俺がな、小中学生高校生の頃なんてお前毎日外で遊んでたぞ、スポッチャとか行って。絶対こいつサイゼリアとかも行ったことねえよ友達。もういいわお前、ちょマジでマジでお前ネットの怖さ教えてやるよ。はぁ、ちょ本気出すか、ここから練習す、練習する、ここからあの負け即始めるから俺、もう負けたら即終了。まあ負けねえけどな、ここから多分あの10連勝くらいして戦闘力も回収して美味しくプラス1に持ってって、もうこいつはもうおさらばする。はこいつマジで、あそこで煽ってくるとか、お前マジで本当に陰キャだよ、あのタイミングで煽ってくるとか本当に陰キャだな。見てあいつ歌うで眠らせてから、歌うで眠らせてから眠るまでの間に煽ってくからね、本当にマジでゆゆゆ並みの陰キャ、こいつだけは。はい、もうマジでブチ切れました。俺さ、こういうさ図に乗った陰キャ、もうその子も無理だから、そっから直接繋げらんねえから。あー、いやまだ全然ある、とりあえずこいつプリンなんてクソか。もうこいつとやらない、二度と。もうお前ブロックする。ザコガリさん対戦お願いします。なんかやばいやつ来たよ、香ばしいの来たよ、しかもなんかクソ捨てだし、やばい。ねえもう何なの今のスマブラのオンライン、こんなやつしかいねえの。分かった分かった、もう成敗してやっから。俺ザコってこと。はい、もうここから成敗勝します。こいつの勝ち方分かりました。冷静になること、怒らないこと、どんなに煽られても怒らない、怒らない。お前舐めたガンダッシュとかもしてんじゃねえよ、こっち喋ってんだよ。うーわ、なんでもうこいつマジで、こいつ完全にナメプしてるよな。もうだからそれやめろね、だからこれもういいって、毎回もう時間の無駄、つまんねんだよお前それ。もうこいつイライラする、本当にイライラする。ダメだ、冷静になる、マジで勝ったらこいつの思うツボなんだよ。うわ、そのバーガリ毎回かられてる。冷静に行こう。えっ、これレバガチャ戦法で、はっ、こいついよいよコンボすらしなくなったんだけど、どんだけ俺舐められてんの。ぶち切れそう、財布すらしなくなったし、もう絶対わざとだろお前、なんで俺こんなこんなクソチーギュー殴らなきゃいけねえんだよ、こんなウオタミ行く友達どころか普通の友達はいないようなやつに。もうなんでこんな攻撃当たんないの。おお、はあ、もう全部、おい、お前さ、もうお前それで行くんだな、財布使われんだなバカが、財布使うなよ、財布使ったら負けだこの勝負。まあ、邪魔なめでってお前負けと、さっきみてえに。ちょっとこっから冷静になって集中するわ、こいつがどんだけ煽ってようか関係ねえ、舐めてんならその隙につけ込むまでだ。えっ、まだだよ、こっから勝つから俺、こいつ完全に舐めぶしちゃがる、台風もしねえわ、即死もしねえわ、クソ舐め腐ってる俺のこと。おお、
ジで勝つわ。 234% 関係ねえ。相手がナメプしてんな、それにつけ込むまで。はい、これ前投げで、あーもうほかほかで、ね、前投げが、お前そのあれって後ろ下がるやつやめろ、さっきから腹立つから。うもう絶対ぶっ倒す。まあ、さっきたまたま負けたけど、こいつはこいつの勇者は勝てる。ぶっちゃけ全然強くない。はい、残念。おい、レバガチャ陽キャ全員一だから、お前は陰キャ全員一だけど、お前はゴミは使わねえと倒せねえんだよ。俺のことゴミは使って相性に物言わせて陰キャコンボしなきゃお前は俺には勝てねえんだよ。はあ、もうこいつ本当に、もうなんかこいつマジで腹立つ。こういうゴミみたいなやつ特有の無駄に運がいいとことか、ゴミ屋じゃないから煽りがちょっと控えめなとことか、もう全部腹立つ。こいつの一挙手一投足全てが腹立つ。ユイユって名前も腹立つし、立ち回りも腹立つし、おー溜めてくんのも腹立つ。いちいち、はい、これデバガチャすんのかよ、まだか。なんかこいつの勇者だけ重くない。うわ、ルーラー引いてきた。ここに来る確率 21%、 これはレバーガチャしない確率 97.573%。 お前すぐ溜めんな、マジでぶっ潰すから。本当に見とけよ。うわっ、危ねえ。こいつ早くなめぶしてる。ねえ、ちょっと待って、今さ、なんか間に合ったくない、ガード張ったら間に合ってた気がするんだけど、もううぜえこいつ本当に。全然強くねえんだよこいつ、もう全然強くないけど、こいつ完全に俺の動き熟知してるから、もう人読みで勝ってるだけ。これ実力でもなんでもない、ただ俺とめっちゃやりまくってるから、俺の行動とかもう俺の癖とか全部知ってるだけで、そこを勝ってるだけだから、そこを刈り取って勝ってるだけなんで、こんなん実力でもなんでもない。ねえ、もうタイミングずらしてくんな。リバガチャ早いんだってチーギュー、お前はゴミ扱って好きやで、チーズ牛丼大盛りついたく食っとけ、温玉付きで。うわ、ちょっと待って、ダメだ、ちょっとアイコス